VOC 事務所だったアムステルダムの東インド間の復元された会議室。17人会は8年周期のうち6年はアムステルダムで開催されていた。17人会はオランダ東インド会社の最高経営会議である。17人会は品質な組織ではなかった。団体名が由来する17名の取締役は VOC の4つの部門を代表していた。さらに、 1614年以降、VOC の弁護士が席を持ち、1623年以降は6人の先生主要参与がいた。後者は顧問であった。VOC の総会を構成する会社の4部門とは、合計6つのカーメルと呼ばれる支社からなっていた。4部門の内訳は、以下の通り。17人の代表者の内訳は、アムステルダムカーメル、ゼーラントカーメル、デルフトカーメル、 ロッテルダムカーメル、ホールンカーメル、およびエンクホイゼンカーメルだった。17人目のメンバーは、アムステルダム以外のカーメルの一つから順番に選ばれた。これは、アムステルダムが単独で、過半数を占めることがないようにするための装置だった。17人会の会合は、当初は年に2回、後には年に3回開催された。8年周期になっており、 アムステルダムで6年間開催され、その後ミデルブルフで2年間開催された。会合には数週間が必要だった。公会が蘇生されたそれぞれのカーメルの取締役は、総会とは別途に個別の会合を頻繁に行い、17人会で決まった施策を実施する責任があった。VOC 艦隊の提督が帰国後に自ら会議に、 赴いて報告することは標準的な観光だった。結果が十分であればメダル付きの金鎖を送られた。また、詐欺や職権弾用の疑いがある VOC 社員も出頭して質疑に応じなければならなかった。17人会は毎年輸入しなければならない商品のリストを作成した。また、配当金、艦隊の規模、アジア向けの商品の量、 輸入品を販売するオークションの日付、核、カーメルの最大入札額も決定された。1617年、VOC は日誌を保管する義務があり、すべての公開報告は期間時に提出する必要があると規定した。情報の開示は VOC にのみ許可されていた。1643年に、すべての特許状を持つ分野を網羅して記述する必要があると決定された。 弁護士の地位には、党機関、または、秘書という意味がある。1614年から任命された。会社活動の増加に伴い、すぐに二人目の弁護士が任命され、後に副弁護士も任命された。弁護士の職務には次のようなものがあった。17人会やハーグ委員会や、その他の会議への出席、会議の議題提起、報告書や要望書や抗議書その他の読み上げ、 決議内容の記録。それらの文書すべてと会議の議事録は他の秘密の文書や書類と同様に弁護士が保管していた秘密書冊に記録された。20世紀にピコグルーニンクスファンゾーレンによって同盟の会社が設立された。彼の祖先の3人は VOC のロッテルダムカーメルの管理者であったため17人会の名をつけた。この会社は ロッテルガムのシーランドハウスを17世紀当時の姿に復元するための資金を集めた。さらにいくつかの絵画や海から引き上げられた大砲など、あらゆる種類の寄贈をした。ありがとうございます。